ミハウ・カジミエシュ・オギンスキは、ポーランド・リトアニア共和国の有力政治家、マグナート、軍司令官、音楽家、作曲家。白尺、後を焼け。リトアニア5名ミイコラス・カジミエラス・オギンスキス。オギンスキは18歳の時に国家書記官であるリトアニア文章書記官に任じられ、その政治的キャリアの第一歩を踏み出した。1761年。 ファミリアの長老である、リトアニア大法官ミハウ・フリデリク・チャルトリスキの娘、アレクサンドラと結婚した。1764年の国王自由選挙では、ロシアのオス、国王候補の一人となった。この選挙で妻の重邸に当たるスタニスワフ・アウグスと、ポニャトフスキが大いにつくと、オギンスキはその代わりに、ビリニュス県知事の地位を得た。その後、 オギンスキは反ロシアを掲げるバール連盟に参加したが、ロシアのアレクサンドルスボーロフ将軍にストービツェの戦いで敗れた後は亡命を余儀なくされた。1768年に彼は帰国すると、共和国において第2位の軍司令官であるリトアニア大へトマンの職につき、また1788年から1791年の4年議会では愛国派に参加した。 しかし、ポーランドロシア戦争でポーランド側が敗北を、喫するとえ、都万職を失い、領地、数人無に退りいた。政治家、軍人のほか、オギンスキは、巧妙な技術者、音楽家としての顔も持っていた。彼は、ピンスク・ボルイーニカに道路を建設し、ビリニュスに交渉を造営、またドニエプル川とネマン川の流域にかかる、オギンスキ運河を築いた。 また、オギンスキ家の領地には、多くの工場やマニュファクチュアを営んでもいる。彼は、芸術家のパトロン、また有名な音楽家、作曲家であり、スーニムにある彼の宮廷には二つの劇団と、大規模なオーケストラが召し抱えられ、印刷所も置かれていた。音楽家として、彼は、ハープのデザインを修正し、またいくつかの楽曲を執筆したことでも知られる。ありがとうございます。